乱暴者は1953年に公開された暴走族を題材として取り扱った初めてのアメリカ合衆国の映画マーロン・ブランドが暴走族の頭ジョニー・ステイブラーを演じているリー・マービンが対立する暴走族の頭という仇役を演じメリー・マーフィがヒロインであるウェイトレスのキャシーを演じる監督はラズロ・ベネディクで脚本はジョン・パクストンによる 1947年7月4日の独立記念日にライフ誌に掲載されたかなり誇張されたカリフォルニア州ホリースターであったバイカーの集会の記事と写真をもとにフランク・ルーニーがザ・サイクリス・スレードという短編小説をハーパーズ氏に発表したこの作品の映画化権をコロンビア映画のスタンリー・クレーマーが買い取ったが犯罪者の映画を撮ることへの反発もあり 低予算で取られることになる。このため、すべての撮影は撮影所の中で行われ、映画の舞台はアメリカ中部の架空の街になっている。ホリースターの集会は、翌年のバイク集団の結成につながっていった。その反社会的な内容から、イギリスでは1968年まで公開を認められなかった。括弧内は日本語吹き替え、ありがとうございます。